拷問の発声映画を宣伝する。ポスタートーキーは映像と音声が同期した映画のこと。この語はトーキングピクチャーから出たものでムービングピクチャーをムービーと呼んだのに習ったものである。サイレント映画の対義語としてトーキー映画と呼ばれることもあるが上語である。無声映画の対義語としては発声映画と呼ばれる。音声が同期した映画が一般的な現在ではあえて トーキーと呼ぶことはない。発声映画が最初に上映されたのは1900年のパリでのことだったが、商業的に成り立つにはさらに10年以上を要した。当初は映画フィルムとは別にレコード版に録音したものを使っていたため動機が難しく、しかも録音や再生の音質も不十分だった。サウンドカメラの発明によって動機が簡単になり、 1923年4月にニューヨークで世界で初めてその技術を使った短編映画が一般上映された。発生映画の商業化への第一歩はアメリカ合衆国で1920年代後半に始まった。トーキーという名称はこの頃に生まれた。当初は短編映画ばかりで長編映画には音楽や効果音だけをつけていた。 長編映画としての世界初のトーキーは1927年10月公開のアメリカ映画ジャズシンガーでありバイタフォン方式だったこれは前述のレコード版に録音したものを使う方式でその後はサウンドオンフィルム方式がトーキーの主流となった翌1928年にサウンドトラック方式を採用したウォルト・ディズニープロダクション制作の 蒸気船ウィリーが公開される。蒸気船ウィリーは短編ながら初のクリックトラックを採用した映画である。しかし、世界初のトーキーアニメーション映画に関しては、1926年にフライシャースタジオの懐かしいケンタッキーの我が家がすでに公開されている。1930年代に入るとトーキーは世界的に大人気となった。アメリカ合衆国では、 ハリウッドが映画文化と映画産業の一大中心地となることにトーキーが一役買った。ヨーロッパや他の地域では無声映画の芸術性がトーキーになると失われると考える映画制作者や評論家が多く当初はかなり懐疑的だった。日本映画では1931年のマダムと女房が初の本格的なトーキー作品である。しかし、 活動弁士が無声映画に語りを添える上映形態が主流だったためトーキーが根付くにはかなり時間がかかったインドの映画はトーキーの到来によって急速に成長し1960年代以降はアメリカを抜き世界一の映画制作数を誇るようになったウィリアム・ケイエル・ディクソンが制作したディクセンエクスペリメンタルサウンドフィルムの一場面 トーマス・エジソンのキネトフォンの初期のバージョンの試験用に制作された。映像と同時に音を録音するというアイデアは映画そのものと同じくらい古くからある。1888年2月27日、先駆的写真家、エドワード・マイブリッジは、トーマス・エジソンの研究所にほど近い場所で講演を行い、この二人の発明家は個人的にあった。マイブリッジは、 商業映画が誕生する6年前のこの時に彼の発明したズープラクシスコープの動画とエジソンの蓄音機の技術を組み合わせ発生映画を作ることを提案したと後に主張している。合意に達することはなかったがその1年以内にエジソンは覗き込む方式のキネトスコープを開発しこれに円筒型蓄音機の音楽を組み合わせた工業を行った。 この二つを組み合わせたキネトフォンが1895年に作られたが、フィルム映写方式が成功したことで、覗き見方式はすぐに廃れることになった。1899年、スイス生まれの発明家、フランソワ・デュソーの発明に基づく映写式発生映画、システム、キネマクロノグラフ、または、フォノラマがパリで公開された。これは、キネトフォンと同様。 観客がイヤホンをつける必要があった。フランスのクレメント、モーリス・グラシューレットとヘンリリレートは、発声映画システムフォのシネマ・テアトルを開発し、1900年のパリ万国博覧会で演劇、オペラ、バレエなどを扱った短編映画を上演した。フィルムを映写し、音をスピーカーで鳴らすという形の世界初の上映とされている。パリ万博では他に、 前述のフォノラマやテアトロスコープというシステムも公開された。映像と音声を別々に記録、再生する方式には3つの大きな問題があった。最大の問題は動機である。別々に記録してあるため完全に同時にスタートさせ常に動機を取るのは非常に難しい。また十分な音量で再生することも難しかった。映像の方はすぐに 大きなスクリーンに映写できるようになったが、真空管による電気的増幅が可能になるまで、観客席全体に響くような大音量を出すことはできなかった。最後の問題は録音の音質である。当時の録音システムでは、演奏者が面倒な録音装置の目の前で演奏しない限り、極めて聞き取りにくい音声しか録音できなかった。そのため、 撮影と同時に録音する場合、映画の題材が限られることになった。サラベルナールが描かれたポスター。グラシューレットとリレートのシステムを使い1900年のパリ万博で18人の有名アーティストの動画を上映することを告知したもの様々な方式で、動機問題の根本的対処が試みられた。多くのシステムが蓄音機とレコードを利用しており、これを サウンドオンディスク技術と呼ぶ。円盤式レコード自体は発明者のエミール・ベルリナーに、ちなんで、ベルリナー版と呼ばれた。1902年、レオン・ゴーモンが、独自のサウンドオンディスク方式、クロノフォンを公開した。これには、映射機と蓄音機を電気的に接続する特許が、使われていた。4年後、ゴーモンは、イギリスの発明家、ホーレス・ショートとチャールズ・パーソンズの開発した。 オーグゼッタフォンに基づいた圧縮空気による増幅システムエルゴフォンを開発した。機体を集めたものの、ゴーモンの技術革新は商業的にはあまり成功しなかった。発生映画の3つの問題を完全に解決したわけではなく、その上効果だった。その頃、ゴーモンのライバルとしてアメリカの発明家イ、e、ーノートンのカメラフォンがあった。こちらも クロノフォンと似たような理由で成功には至らなかった。1913年、エジソンは1895年のシステムと同じく、キネトフォンと名付けた、映写式の発生映画システムを開発した。蓄音機は、映写機内の複雑に配置された滑車と接続されて、おり、理想的条件下では同期できた。しかし実際の上映が、理想的条件でなされることは滅多にないため、 この改良型キメトフォンは1年ほどで姿を消した。1910年代中頃には、発生映画の商業化の熱が一時的に低下した。エホバの承人は、人類の起源についての自説を広めるため、1914年からアメリカ合衆国各地を巡回して、ザフォト、ドラマ・オブ・クリエーションを上演した。これは8時間もの超大作で、 別に録音された説教と音楽を蓄音機で同時に再生していた。その頃、技術革新は重要な局面を迎えていた。1907年、フランス生まれで、ロンドンで活動していたユージン、友人ローストが、サウンドオンフィルム技術の世界初の特許を取得した。これは、音声を光の波に変換し、セルロイド状に焼き付けるというものである。歴史家、 スコット・アーメンは次のように解説している。それは二重のシステムであり、音と映像は別々のフィルム上にあった。基本的に音をマイクロフォンで捉えて、電球を使って光の波に変換し、狭いスリットのある薄く敏感な金属リボンに照射する。このリボンのスリットを通過した光をフィルムに焼き付けると、幅が0.1インチ前後の震えるように変化する。 光の帯となる。サウンドオンフィルム方式は発生映画の標準となったが、ロースト自身は自分の発明をうまく活用できなかった。1914年、フィンランドの発明家、エリック・タイガーステッドは独自のサウンドオンフィルム方式の特許をドイツで取得し、同年ベルリンの科学者らの前で試験上演を行った。ハンガリーの技術者。 デーネシュミハイも1918年に独自のサウンドオンフィルム方式の特許を出願している。こちらの特許が成立したのは4年後である。しかし、これらのシステムは音をどこに、どう記録するかという部分では様々だが、いずれも商業的に成功するには至っていない。ハリウッドの大手スタジオも、発生映画ではほとんど利益を上げられなかった。 多数の技術革新により、1920年代後半における、発生映画の商業化が可能となった。サウンドオンフィルム方式とサウンドオンディスク方式の両方で、技術革新がなされた。サウンドオンフィルム方式では、1919年、アメリカの発明家、リード・フォレストが、サウンドオンフィルム方式の商業化を可能にする、いくつかの特許を取得した。 ドフォレストのシステムでは、サウンドトラックは映画のフィルムの端に焼き付けられている。録音時に映像と音声がしっかり同期していれば、確実に再生時にも同期できる。ドフォレストは、その後4年間、他の発明家、セオドアケースから関連する特許のライセンスを受け、システムの改良に取り組んだ。イリノイ大学では、ポーランド出身の工学者、 ヨゼフ・タイコシンスキー・タイコシナーも同様の研究を独自に行っていた。1922年6月9日、彼はアメリカ電気学会の会員に対してサウンドオンフィルム方式のデモンストレーションを公開した。ローストやタイガーステッドと同様タイコシナーのシステムも商業的に成功することはなかった。ただし、ド・フォレストは間もなく 成功を収めることになった。ド・フォレストのフォノ・フィルムの短編映画の新聞広告。蓄音機を使っていない点を強調している。1923年4月15日、ニューヨーク市のリボリ劇場で世界初のサウンド・オン・フィルム方式の映画が商業を上映された。ド・フォレストのフォノ・フィルムと題して、複数の短編映画とサイレントの長編映画を、 組み合わせた上映だった。同年6月、ド・フォレストは、フォノフィルムの重要な特許について、従業員、フリーマン・ハリスン・オーウェイズとの法廷闘争に入った。法廷では、最終的に、ド・フォレストが勝ったが、今日ではオーウェイズが主たる発明者だったと認められている。翌年、ド・フォレストのスタジオは、トーキーとして撮影された。 最初の商用劇映画ラブズ・オールド・スウィート・ソングを公開した。しかし、フォノフィルム作品の多くは、オリジナルのドラマではなく、有名人のドキュメンタリー、流行歌の演奏シーン、喜劇などだった。カルビン・クーリッジ大統領、オペラ歌手のアビー・ミッチェル、ボード・ビルのスター、フィル・ベイカー、ベン・バーニー、エディ・カンター、オスカール・ルバンといった人々が、 初期のフォノフィルムの映画に登場していた。ハリウッドは新技術に懐疑的で慎重だった。フォトプレイ誌の編集者、ジェームズ・カークは1924年3月、ド・フォレスト氏は言う、トーキーは完成した。ヒシューと同じようにとと書いている。ド・フォレストの方式は1927年まで、アメリカ国内で十数本の短編映画に使われ、続けた。イギリスでは、 数年長く使われ、ブリティッシュ・トーキング・ピクチャーズの子会社である、ブリティッシュ・サウンド・フィルム・プロダクションズによる短編映画と長編映画が作られた。1930年末までにこのフィルムの商業利用は衰退した。ヨーロッパでも独自にサウンド・オン・フィルム方式を開発する人々がいた。1919年、ド・フォレストが特許を取得したのと同じ年、 三人のドイツ人発明家がトリーコールエルゴン音響システムの特許を取得した。1922年9月17日、劇映画デアブランシュティフターを含むトリーコールエルゴンのサウンドオンフィルム方式の映画がベルリンのアルハンブラキノで招待客に公開された。ヨーロッパではこのトリーコールエルゴンが一時主流となった。 1923年には二人のデンマーク人技師、アクセル・ピーターセンとアーノルド・パウルシンが映画のフィルムとは別のフィルムに音声を録音し、2本のフィルムを並行させて映写、再生する方式の特許を取得した。これをゴーモンがライセンス取得し、シノフォンの名前で商業化した。このフィルムが衰退したのはアメリカ国内の競争の激化が原因だった。 1925年9月には、ド・フォレストとケースの事業はうまくいかなくなってきた。翌年7月、ケースは当時ハリウッドで3番目の大手スタジオだった、フォックスフィルムに加わり、フォックスケース社を創設した。ケースは、助手のアール・スパナブルと共に、新たなトーキーシステム、ムービートーンを開発し、これが、ハリウッドの大手スタジオが支配する。 初のトーキーシステムとなった。翌年フォックスは、北米でのトリーイコールエルゴンの権利も買い取ったが、ムービートーンの方が優れていることが判明し、両者を統合することで新たな利点を得ようと考えた。ものの、統合は事実上不可能だった。1927年には、ド・フォレストとの訴訟に敗れたフリーマン・オーウェンズを雇った。彼は、 トーキーのカメラ組み立てに特に熟達していたためである。サウンドオンディスク方式はサウンドオンフィルム方式と並行して改良が進んだ。蓄音機のターンテーブルを特殊仕様の映写機と相互接続して同期するようになっていた。1921年、オーランド・ケラムが開発したフォトキネマシステムは DW ・グリフィスの失敗に終わった無声映画。 夢の街に音を同期させるのに使われた。出演者のラルフ・グレーブスが、ラブソングを歌うシーンが追加で撮影され、同時に録音が行われた。セリフも録音したが、出来が悪かったため、その部分は公開されなかった。1921年5月1日、ラブソング部分を追加した、夢の街がニューヨークで公開され、 撮影と同時に録音した部分を含む世界初の長編映画となった。同様の映画が制作されるのは6年後のことである。ワーナーブラザース、ドンファンのポスター。前編に同期サウンドトラックを採用した初期の映画の一つ。ハリウッド初の録音技師、ジョージ・グローブスが関わった映画であり、彼は44年後に、ウッドストック、愛と平和と音楽の3日間の音響を、 監修している。1925年、当時はまだ小さなスタジオだったワーナーブラザースは、ニューヨークのビタグラフスタジオを買い取り、そこで、サウンドオンディスク方式の実験を開始した。ワーナーはこれを、バイタフォンと名付け、3時間近い長編映画、ドンファンに採用し、1926年8月6日に、公開した。同期音声をつけた、長編映画としては、 世界初であり、サウンドトラックには音楽と効果音が含まれているが、セリフは録音されていない。つまり、本来は無声映画として撮影されたものだった。ただし、ドンファンと同時に8本の短編映画トンパー、会長ウィル、エイチ・ヘイズによる4分の紹介映画が上映されており、これらはすべて撮影と同時に録音されている。これらがハリウッドによる、 初の発生映画と言える。ワーナーは、同年10月にも、ドンファンと同様の手法で、ザ・ベター・オーレという映画を制作し公開している。サウンド・オン・フィルム方式は、サウンド・オン・ディスク方式に対して、次のような根本的利点があるため、優勢となっていった。それにもかかわらず、初期のサウンド・オン・ディスク方式は、サウンド・オン・フィルム方式に対して、次の2点で勝っていた。 サウンドオンフィルム方式が改良されるにつれて、これらの欠点は克服されていった。ウェスタンエレクトリックの技術者 EB クラフトがバイタフォンシステムを実演しているところ。バイタフォンのレコード版は約11分の音声を録音でき、35mm フィルム1000フィートの撮影時間には十分だった。3番目の重要な技術革新は録音と再生の両方を大きく改善した。 それは録音と増幅に関する電子工学の進歩である。1922年、AT&T の製造部門、ウェスタンエレクトリックの研究部門が、サウンドオンディスク方式とサウンドオンフィルム方式の両方について重点的な研究を開始した。1925年、同社は高感度のコンデンサマイクと録音装置を含む大幅に改善された。 電子音響システムを発表した。同年5月、同社はこれを映画用システムに利用するライセンスを企業家、ワルター・ジェリッチに与えた。彼は、ビタグラフ・スタジオに資金提供しており、その1ヶ月後にワーナー・ブラザースが、その半分の権利を買い取った。1926年4月、ワーナーは AT、AT&T と映画音響技術に関する独占契約を結び、 それが、ドンファンと付随する短編映画制作につながった。この間、バイタフォンだけが AT&T の特許を独占的に使用でき、バーナーの発生映画の音質は他社の追随を許さないほど高かった。一方ベル研究所として独立した AT&T の研究部門は増幅技術を急激に進化させていき、劇場全体に スピーカーで音を響かせることができるシステムを完成させた。その新たな振動コイル型スピーカーシステムがニューヨークのワーナーの劇場に同年7月に設置され、そのシステムに関する特許はドンファン公開のわずか2日前の8月4日に出願された。AT&T とエスタンエレクトリックは同年映画関連の音響技術の権利を専門に扱うエレクトリカル。 リサーチプロダクツインクを創設した。バイタフォンはまだ独占的権利を持っていたが、ロイヤリティ支払いが遅れたため、ルペが実質的な権利を持つことになった。1926年12月31日、ワーナーはフォックスケースにウェスタンエレクトリックのシステムを使用できるサブライセンスを提供し、その代わりにワーナーとルペが フォックスの関連する収益の一部を受け取る契約を結んだ。三社は関連する特許についてクロスライセンス契約を結んだ。優れた録音、増幅技術はこれによってハリウッドの二つのスタジオで利用可能となった。しかも両スタジオはトーキーの方式が全く異なっていた。この翌年、発生映画が商業的に大きく飛躍することになった。 1927年2月、ハリウッドの当時の大手映画会社5社がある合意に達した。この大手5スタジオは、発生映画の互換性を保つために5社が一つのプロバイダーを選ぶことで合意したのである。そして、先駆者がどういう結果になっているかをじっくり検討した。同年5月、ワーナーブラザースは独占権をルペに買い戻してもらい、 フォックスと同等の技術使用契約を新たに結んだ。フォックスとワーナーは発生映画について技術的にも商業的にも異なる方向へと向かっていた。フォックスはニュース映画や音楽劇に向かい、ワーナーは長編映画に向かっていた。ルペは大手5スタジオと契約することで市場を独占しようと考えた。ワシントン州タコマの最新設備を揃えた。 映画館の新聞広告。バイタフォンのジャズシンガーとムービートーンのニュース映画を1枚の入場券で見ることができるとされている。この年、発生映画はあらゆる基地の有名人を利用して大々的に宣伝された。1927年5月20日、ニューヨークのロキシー劇場で同日早朝に大西洋横断飛行に旅立ったチャールズ・リンドバーグの離陸のニュース映画を フォックスのムービートーンで上演した。また6月にはリンドバーグが帰還し、ニューヨークやワシントン DC で歓迎される様子を同じく、フォックスの発生ニュース映画で伝えた。これらは今日までに最も賞賛された発生映画とされている。フォックスは同年5月にセリフを同期させた、ハリウッド初の短編劇映画ゼアカミングツーゲット目を公開している。フォックスは、 第7天国などの無声映画のヒット作を公開した。後の9月23日、ムービートーン発のオリジナル長編、サンライズを公開した。ドンファンと同様、フィルムのサウンドトラックには、音楽と効果音が入っており、群衆シーンでは、特に誰のものともわからない声も入っていた。そして1927年10月6日、ワーナーブラザースの ジャズシンガーが公開された。国内と海外を合わせた、工業収入は262万5000ドルであり、中堅クラスのスタジオとしては破格の大成功だった。バイタフォンで制作された映画は、サンライズやドンファンと同様に音楽と効果音が基本で、撮影時の録音は使っていない。ただしアルジョルソンが映画の中で歌うシーンがあるが、その歌と、 セリフはセットで録音されたもので、他に母親とのやりとりもその場で録音されたものだった。そのため、セット内の自然な音が聞こえる。ジャズシンガーのヒットは、当時すでに大スターだったジョルソンの人気によるところが大きく、初の部分的同期音声を使った映画だという点が、大きく寄与したとは言えないが、その収益は、 映画産業にとってそのテクノロジーに投資する価値があることを十分に示していた。商業発生映画については、ジャズシンガーのヒットの前後で、状況は特に変化しなかった。四大スタジオとユナイテッドアーティストといった大手が、映画制作現場と劇場のための機器を更新すべく、ルペと契約するのは1928年5月以降のことである。当初、ルペは、 すべての契約劇場をバイタフォン対応にし、その多くでムービートーンの上映もできるようにした。両方のテクノロジーにアクセス可能になっても、多くのハリウッドの映画会社はまだ発生映画を制作しなかった。ワーナーブラザースを除くスタジオは部分投機ですら、なかなかリリースしようとしなかったが、低予算志向のフィルムブッキングオフィスオブアメリカが、 ジャズシンガーから8ヶ月後の1928年6月17日に、やっと、無双の犯罪を公開した。不暴は、ウェスタン・エレクトリックと競合する、ゼネラル・エレクトリックの RCA 部門が、実質的に支配しており、同社は、新たなサウンド・オン・フィルム方式 RCA フォトフォンを、売り込もうとしていた。可変密度方式だった。 フォックスケースのムービートーンやドフォレストのフォノフィルムとは異なり RCA フォトフォンは可変領域方式であり音声信号を最終的にフィルムに焼き付ける段階を改良したものであるサウンドオンフィルム方式では音声信号を電灯の光の強さに変換しその光を使ってフィルムに信号を焼き付ける可変密度方式は フィルム上の帯の明暗の変化で音声信号の変化を表し、可変領域方式ではその帯の幅を変化させる。同年10月までに、父母 RCA 同盟は、ハリウッドで最新のスタジオ RKO 創設に、こぎつけた。映画、煩悩のドロシー・マッケールとミルトン・シルズ。ファーストナショナル発の陶器ーーで、1928年12月に、公開された。 その2ヶ月前にワーナーブラザースがこのスタジオの経営権を得ている。その間、ワーナーブラザースはジャズシンガーほどではないが高収益な3本のトーキーを公開した。同年3月にはテンダーロインが公開されている。この映画を、ワーナーはすべてのセリフの音声が入っていると宣伝したが、セリフがあるのは88分のうち15分だけだった。4月には、 祖国の叫び、5月には、ザ・ライオンザ・マウスを公開した。1928年7月6日には、初の完全陶器長編映画、ニューヨークの明かりが公開された。バーナーがこの映画にかけた、制作費はわずか2万3000ドルだったが、興行収入は125万2000ドルで50倍以上の利益を得た。9月には再び、アル・ジョンソンを主演に起用した。 部分トーキー、シンギングフールを公開し、ジャズシンガーの倍の収益を得た。このジョルソンの2本目の映画は、ミュージカル映画が歌を全国的にヒットさせる力があることを示した。9ヶ月以内に、ジョルソンの楽曲、ソニー・ボーイは、レコードが200万枚、楽譜が125万枚売れた。同じく1928年9月には、ポール・テリーが、 同期音声付きアニメ映画ディナータイムを公開した。これを見たウォルト・ディズニーはすぐさま発声映画の制作に取り掛かり、ミッキーマウスの短編映画、蒸気船ウィリーを公開した。しかし、これらの短編アニメーション作品が公開される2年前の1926年に、マックス・フライシャーがセリフと映像を完全にシンクロさせた短編トーキーアニメーション映画、 懐かしいケンタッキーの我が家をすでに公開していた。ワーナーブラザースが陶器人気で莫大な利益を稼ぎ始めたのを見て他のスタジオも新テクノロジーへの転換を急ぎ始めた。最大手のパラマウントは9月後半に初の陶器人生の小事記を公開したがセリフはほんの少ししかなかった。それでも新技術の力を認識するには十分だった。 パラマウント発の完全陶器都会の幻想は11月に公開となった。ゴートグランディングと呼ばれる工程が広く採用された。これは無声映画として撮影した映画に後からセリフや歌を追加するものである。ほんの数分間の歌を加えただけでその映画はミュージカルに生まれ変わる。グリフィスの夢の街も基本的にはゴートグランドだった。 時代の流れは急速に変化し、1927年には単なる流行だったトーキーは1929年には標準的手法となった。1928年12月に、フォックスが全編トーキーの西部劇、懐かしのアリゾナを、翌1929年の1月には MGM が全編トーキーのミュージカル映画、ブロードウェイメロディーを発表した。 ジャズシンガー公開から16ヶ月後の1929年2月、大手スタジオで最後までトーキーを制作していなかった、コロンビアピクチャーズが初の部分トーキー長編、ローンウルフズ・ドータを公開した。同年5月末、バーナーの世界初の完全カラー、完全トーキー長編、エロ大行新曲が公開された。アメリカでは都市部を除いた。 大多数の映画館に音を出すための設備がまだ設置されておらず、スタジオ側もトーキーがべての人々に受け入れられると確信していたわけではなかったため、1930年代中頃までのハリウッド映画はトーキー版とサイレント版の2バージョンで制作されることが多かった。当時誰も予想していなかったが、無声映画はその後すぐに過去のものとなっていった。 ハリウッド製の最後の無声映画としては、フート・ギブソンの西部劇ポインツウエストがある。これは、ユニバーサルが1929年8月に公開した。ジャズシンガーは1928年9月27日に、ロンドンのピカデリーシアターでヨーロッパ初公開となった。映画師やレイチェル・ローによれば、多くの業界人がトーキーへの転換は避けられないと、悟ったという。 1929年1月16日、ヨーロッパ発の長編トーキーが公開になった。ドイツ映画の、奥様お手をどうぞである。ただしセリフはなく、リチャード・タウバーが歌を数曲披露しているだけだった。この映画では、トリー・コール・エルゴンを引き継いだドイツ・オランダ系企業、トービが開発した、サウンド・オン・フィルム方式を採用していた。トービは、ヨーロッパに、 トーキー市場が出現することを見越して参入し、ドイツの有力電気企業2社の合弁会社、クラングフィルムと同盟を結んだ。1929年初めには、トービとクラングフィルムは、録音、再生技術の売り込みを開始した。ルペが、ヨーロッパ各地の劇場で、トーキー設備の設置を開始すると、トービ・クラングフィルムは、ウェスタンエレクトリックが、 トリーコールエルゴンの特許を侵害していると主張し、アメリカの技術が各地に設置されるのを阻止した。ちょうど RCA が録音システムを売り込めるように、映画産業に参入して、トーキー化を推進したように、トーも自ら映画スタジオを設立した。1929年、ヨーロッパの映画会社の多くはトーキーへの転換のため、ハリウッドと手を組んだ。 この頃のヨーロッパのトーキーは外国で制作されることが多かった。これは自国のスタジオをトーキー用に回収していたという面もあるが同時に自国語以外の外国語で映画を制作して海外に売るという思惑もあった。ヨーロッパ発の2つの長編トーキーのうちの1つザクリムゾンサークルは複雑な経緯で国際的な制作となった。もともとは監督。 フリードリヒ・ゼルニックによりエフゼフィルムが制作した無声映画であろうてクライスとしてドイツで1928年に公開された。イギリスのブリティッシュサウンドフィルムプロダクションズがこれに後から英語のセリフを追加した。BSFP はド・フォレストのこのフィルムの子会社である。これが1929年3月にイギリスで公開された。同時期に公開された。 ザクル・オブ・ザ・ニューピーンはイギリスで全編制作された部分陶器でブリティッシュフォトフォンと呼ばれるサウンド・オン・ディスク方式を使用している。ブラック・ウォーターズはイギリスの映画会社がハリウッドで全編制作したものでウェスタン・エレクトリックのサウンド・オン・フィルム方式を採用していた。これらはいずれも大きな影響を与えることはなかった。 ヨーロッパ映画で最初に成功したトーキーとしては、イギリスの恐喝がある。監督は、当時29歳のアルフレッド・ヒッチコックで、この映画は、ロンドンで1929年6月21日に公開された。本来は、無声映画として撮影されたが、会話シーンを追加し、音楽や効果音を追加して、公開となった。 ブリティッシュインターナショナルピクチャーズによる制作で、録音は RCA フォトフォンで行われた。実は、ゼネラルエレクトリックは、東美ビ・クラングフィルムの市場に関与するために、その親会社であるワイグの株式を取得していた。教科は、かなりのヒット作となった。評論家もおおむね好意的だった。例えば、辛口で知られた、評論家、ヒューキャッスルは、 我々が見たこともない音と静けさの、おそらく最も知的な混合物と評した。1929年8月23日、オーストリア発の陶器ー g シヒテン・アオスデア・シュタヤ・マルクが公開された。9月30日には、全編ドイツ制作の長編陶器イダス・ラント・オーネ、フラウエンが公開になった。 当美フィルムカンストの制作で全体の4分の1ほどにセリフがあり音楽や効果音とは被らないよう厳密に分離されていたただし工業的には失敗したスウェーデン発のトーキー・コンズ・トギルダ・スベンソンは同年10月14日に公開されたその8日後パリ近郊のスタジオで撮影されたレコリアーデラ・レーヌが公開されている元々は 無声映画として撮影されたもので、当日により、音楽と会話シーンが一箇所だけ追加された。これが、フランスの長編映画初の会話シーンとなった。10月31日に公開となった、レトロワマスクは、パテ、ナタンフィルムの制作である。これが、フランス初の長編トーキーとされることが多いが、撮影は、ロンドン郊外エルストリーのスタジオで行われた。 その制作会社は RCA フォトフォンと契約を結んでいた。同じスタジオで数週間後にラルート・エベルも撮影されている。パリの映画スタジオの多くはトーキー対応の回収が1930年まで伸び、それまでフランスのトーキーの多くはドイツで撮影された。ドイツ発の完全トーキー長編アトランティックは10月28日にベルリンで公開された。 これもロンドン郊外のエルストリーで撮影された映画であり、レトロワーマスクやラルートエベルがフランス的と言えるほどドイツ映画らしくなかった。BIP はイギリス人脚本家とドイツ人監督で英語版のアトランティックを制作した。完全なドイツ製トーキーディヒハブイヒジェリブとはその3.5週間後に公開されアメリカ合衆国でビコーズ I love ユー you として公開され、アメリカで公開された初のドイツ製トーキーとなった。ソビエト連邦初のトーキーピュータワカ V10 イズンのポスター。フロージ問題を扱った映画でマルセル・カルネは、この優しく純粋なストーリーの忘れがたいイメージにおいて、我々は国家全体の努力を認識できると評した。1930年。 サウンドオンディスク方式のポーランド発のトーキー、モラルノスク・パニ・ダルスキージュが3月に、完全、トーキー・ニーベズ・ピース・ズニー・ロマンスが10月に、公開された。イタリアの映画界は、かつて盛んだったが1920年代末には、瀕死の状態だった。イタリア発のトーキー・ラカンツーネ・デルア・アモーレは1930年10月に、公開され、イタリア映画界は、 約2年で復活を遂げることになった。最初のチェコ語のトーキー・トンカ・シベニスも1930年に公開された。ヨーロッパ映画界ではマイナーなベルギー、デンマーク、ギリシャ、ルーマニアといった国々でもトーキーを制作している。ソビエト連邦では1930年12月に公開されたジガベルトフのノンフィクション・インチュジアズムが最初だが、これは セリフがなく、実験的なものだった。エイブラム・ルームのドキュメンタリー映画プランベリー・キック・ラビットには、音楽とナレーションが入っている。これらはいずれも、独自のサウンドオンフィルム方式を使っていた。当時、世界中に200ものトーキーの方式が乱立していた。1931年6月に公開された、ニコライ・イカケの劇映画、ピュータワーカブイジュういずが、 ソビエト連邦発の完全トーキーとなった。ヨーロッパでは劇場のトーキー設備設置が映画制作よりも遅れたため、サイレント版画も並行して制作するか、トーキーを単に音なしで上演した。イギリスでは1930年末までに60%の劇場がトーキー対応となった。これはアメリカ合衆国とほぼ同程度のペースである。 一方フランスでは1932年後半になっても半数以上の劇場がトーキー未対応だった。コリン・ジー・クリスプによればフランスの映画業界は1935年頃まで無声映画が芸術としても商業としてもまだまだ見込みがあると見ておりしばしば無声映画への回帰が起きるのではないかという懸念を表明していたというこのような見方は ソビエト連邦でも根強かった。1933年5月の時点でソビエト連邦内の映写機に陶器設備が設置されたのは2%ほどだった。五所平之助監督のマダムと女房は日本初の本格的陶器である。1920年代から1930年代の日本は世界でも有数の映画制作本数で、 アメリカ合衆国に迫る勢いだった。トーキーの制作はかなり早かったが、映画全体がトーキーに完全に移行するのに要した期間は西洋よりも長かった。日本初のトーキーは幼いカオルの黎名でド・フォレストのフォノフィルム方式を使っていたが、技術的問題から公開には至らなかったとも言われている。サウンドオンフィルム方式の皆トーキーを使い、 日活は1929年に日本の部分陶器、大尉の娘と藤原吉恵のふるさとを制作した。ついで松竹は1931年に初の国産サウンド、オンフィルム方式での制作を行った。その間に2年の月日が流れているが、当時の日本の映画はまだ8割が無制映画だった。 当時の日本映画界をリードしていた二人の監督、ナルセミキオとオズヤスジローがトーキーを制作したのは、それぞれ1935年と1936年のことである。1938年になっても、日本では3分の1の映画が無声映画だった。日本で無声映画の人気が持続した背景には、活動弁士の存在がある。 活動弁士は、無声映画の上映中にその内容を語りで、解説する職業である。黒沢明は後に活動弁士について、単に映画の筋を語るだけでなく、様々な声色で感情を表現し、効果音を発し、画面上の光景から喚起される説明を加えた、人気のある活弁士は、自身がスターであり、悲劇の活弁士に会うにはその劇場に行く必要が、 あったと語っている。映画誌の専門家、メリアン・ルインスキーは次のように述べている。西洋と日本における無声映画の終焉は自然にもたらされたものではなく業界と市場の要請によるものだった。無声映画は非常に楽しく完成された形態だった。特に日本では活動弁士がセリフと解説を加えていたため、それで全く問題はなかった。 発生映画は単に経済的だというだけで何が優れていたわけでもない。というのも映画館側が演奏をするものや活弁士に賃金を支払わずに済むからである。特に人気の活弁士はそれに見合った賃金を受け取っていた。同時に活動弁士という職業があったおかげで映画会社は陶器への設備投資をゆっくり行うことができ。 制作スタッフも新技術になれる期間を十分に取ることができた。ボンベイで1931年3月14日に公開された映画アラムアラ。インド発のトーキーであまりに人が集まったため警察がその整理のために出動したという。撮影には同時にサウンドトラックが記録されるとなるシングルシステムカメラが使われた。中国では1930年に 初の長編トーキー歌女工ボタンが公開された。オーストラリアでは1930年2月に初の陶器イザ・デビルズプレイグラウンドが完成していたが5月に開催されたコモンウェルスフィルムコンテストで受賞したフェラーズが先に公開された。インドでは1930年9月1928年の無聖長編映画マドリから抜粋したシーンに インドのスタースーローチャーナの歌声を追加した短編が公開されたのが最初である。インド発の長編トーキーは翌年にアルベシール・イラに監督が制作したヒンディー語主体のアラム・アラで、他にタミル語主体のカリラスも同年に公開された。同じ1931年にはベンガル語のジャマイ・サスティーやテルグ語のボクタ・プロラーダも公開されている。 1932年には、マラーティー語初の映画ヨリューチャラジャーが公開された。同年、グジャラート語の初のトーキーナルシマメータ、タミル語のトーキーカラバも公開されている。翌1933年、アルデシールイラには、初のペルシア語のトーキーデュークタールイーロールを制作した。同じく1933年、香港で、カントン語初のトーキー、 子供と両親が制作された。香港では2年間で映画業界が完全にトーキーに転換した。朝鮮半島には日本の活動弁士と同様の職業、弁士、ピョンサが存在した。映画産業があった。国としてはトーキーの制作は最も遅く、1935年のことだった。ハルカデンは伝統芸能パンソリの物語、 ハルカデンを題材にしたもので非常に人気のある題材であり2009年までに15回も映画化されているハリウッド清水機は発生映画制作の舞台裏を描いた最初の陶器ーー天井からマイクがぶら下がっている様子や防音されたブースにカメラが収められた様子が描かれているポスターには防音されていないカメラが描かれているがサウンドトラックを事前に録音した ミュージカルシーンの撮影とみられる。撮影時に録音しようとした時、様々な難題が発生した。まずカメラそのものが非常にうるさかったので、防音したキャビネットにそれを格納することが多かった。このためカメラを動かせる範囲が非常に限定されることになった。その対策として、カメラを複数台配置して様々な角度から撮影する方式も採用され、 カメラマンらは常に特定のショットを得るためにカメラを開放する方法を何とか生み出していた。また、マイクロフォンに声が届く範囲にいなければならないため、俳優の動きも不自然に制限されることがあった。ファーストナショナルピクチャーズのハリウッド星水器は初期の陶器撮影現場を描いている。発生映画への移行で生じた根本的問題の対策として、 カメラのケースは、ブリンプスと呼ばれる防音設計になり、俳優の動きに追随できるブーム型マイクが、考案された。1931年には、再生時の音質を高める、大きな改良が登場した。それは、音声信号を高周波数、中周波数、低周波数に分け、それぞれを対応するスピーカーに送るという方式である。トーキーは映画そのものにも、 技術的影響を及ぼした。音を正しく同期させて録音し再生するには、カメラと映写機のフィルム送り速度の標準化が必要であった。当期以前から毎秒16コマという一応の標準はあったが、実際にはかなりいい加減だった。撮影側では、録音を改善するためや劇的効果のために低速、または高速で回されることがあり、また映写側では、 劇場での上映時間を短縮して、上映回数を増やすため、やや早すぎる速度で回されたりもしていた。しかしサウンドトラックがつくと、通常の速度ではない撮影には別取りなどが必要になり、映写では、マスタリング時に意図された速度でなければ、速度と音程がおかしくなった音で再生されてしまう。このため、新たに毎秒24コマという標準が厳密に、 守る必要があるものとして確立された。また、スタジオ内の撮影で照明に使われていた、放電灯は雑音を発生するため、使われなくなった。より静粛な白熱灯に切り替えることで、より高価な高感度のフィルムに転換する必要が生じた。新たに開発された、高感度なパンクロマチックフィルムによって色調が改善され、 従来より暗い照明でも撮影が可能となった。デビッド・ボードウェルによれば、トーキー技術は、迅速に進化していった。1932年から1935年までに、試行性、マイクロフォンを開発し、フィルム上に録音できる、周波数領域を拡大させ、雑音を低減させ、音量の大小の範囲を拡大したこれらの、技術革新は、 芸術性の進歩も意味していた。録音の忠実度が向上したことで、性質やその工程や、大小の幅が広がり、演劇的な可能性が高まったもう一つの基本的問題は、1952年の映画、雨に歌えばで扱われているように、無声映画時代の一部の俳優の声が魅力的でなかったという問題である。この問題は強調されすぎる傾向があるが、 俳優の演技力だけでなく、声質や歌の才能が、キャスティングに影響するのではないかという懸念があった。1935年までに、ポストプロダクションにおける、アフレコの技術が確立され、別の俳優の声を当てることも、可能になった。1936年、RCA は、紫外線録音システムを導入し、視察音や高音の再現性が増した。 可変領域方式のサウンドトラックの例。白い帯の幅がその時点の音声信号の振幅に対応している。ハリウッドでのトーキーへの本格的移行により、当初並存していた二つの方式は速やかに一つに収束した。1930年から31年にかけて、サウンドオンディスク方式を採用していた、主な映画会社である、ワーナーブラザースとファーストナショナルも、 サウンドオンフィルム方式に切り替えた。しかしバイタフォン対応の設備を設置した映画館が多かったため、ハリウッドでは数年間サウンドオンフィルム方式で映画を制作すると同時にサウンドオンディスク方式用のレコード版も生産して配給していた。フォックスのムービートーンもバイタフォンの後を追うように使われなくなり、残った方式は RCA の可変領域方式とムービートーンを改良したウェスタンエレクトリックの可変密度方式だけとなった。主に RCA の働きかけにより、両者の親会社は両方式の互換性を確保することを決め、一方の方式で制作したフィルムをもう一方の方式の映写機でも上映できるようにした。これにより残る大きな問題は、トービクラングフィルムだけとなった。 ウェスタンエレクトリックは1930年5月、オーストリアで、トリー・コール・エルゴン特許の適用範囲を、ある程度制限するという判決を勝ち取り、当ークラングフィルムを交渉のテーブルにつかせることに、成功した。翌月クロスライセンス協定が結ばれ、再生時の完全な互換性を確保し、世界を三分割して、機器を販売する協定が結ばれた。 当時の報告書には次のように記載されている。当ビ・クラングフィルムは、ドイツ、ダンツヒ、オーストリア、ハンガリー、スイス、チェコスロバキア、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、ブルガリア、ルーマニア、ユーゴスラビア、フィンランドでの独占販売権を有する。アメリカ側は、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド、ロシアでの独占販売権を有する。 イタリア、フランス、イングランドなど、世界の他の地域では、両者が販売できる。これで、すべての特許紛争が解決したわけではなく、その後も交渉が続けられ、1930年代を決定づける協定が結ばれた。この間に、アメリカでは、ウェスタンエレクトリックのシステムから、RCA フォトフォンの可変領域方式への移行が、進み、 1936年末の時点でルペと契約を結んでいたのはパラマウント、MGM、ユナイテッドアーティスツだけとなった。ノーマタルマジジが表紙を飾ったフォトプレイし1929年12月号を。右下にハリウッドではそれから逃れられないとある。映画詩やデビッド・トムソンはトーキーにより彼女は上品な可愛さと同時に 下品な声を持つことが判明したとしている。トーキーが映画産業のブームをもたらしている間、当時のハリウッド俳優にとっては雇用上の逆効果を生み出していた。舞台経験のない俳優は突然トーキーに対応できるか否かについて疑問を持たれるようになった。戦述したように、鉛がひどいものや容姿と声が合っていないものも、無性映画時代にはその欠点を隠せていたが、 特に危険な状態に追い込まれた。無声映画の大スターだったノーマタル・マジチは、そのようにして、事実上映画俳優を辞めることになった。スイスの有名な俳優エミール・ヤニングスは、トーキーのせいで、ヨーロッパに戻ることになった。ジョン・ギルバートは、声は悪くなかったが、スターとしての風格に合わない声と評され、人気が急落した。監修は、 無声映画時代のスターを古風とみなす傾向があり、それは、トーキー時代にも適応できる才能を持っていたものに、対しても変わらなかった。1920年代に大人気喜劇スターだった、ハロルドロイドの人気も、急速に低下した。リリアン・ギッシュは舞台に移り、他の多くの大スターは、間もなく引退した。例えば、グロリアス・ワンソンやハリウッドでも有名なカップルだった。 ダグラス・フェア・バンクスとメアリー・ピックフォードである。女優ルイーズ・ブルックスは映画会社側がトーキーへの適性を口実にして大スターに支払うギャランティを下げ、嫌ならやめろという態度で俳優たちに迫ったという面もあると後に10回している。同様にクララ・ボーも声が合わないとされてハリウッドを去ることになったが、真の問題は映画会社経営陣との衝突であり映画視野、 デビッド・トムソンは男優ならば、平凡とも言えるそのライフスタイルに対して、映画会社側が、ブルジョア的偽善性による反発で対立したのだとした。バスター・キートンは、新たな媒体を探求することに、やぶさかではなかったが、MGM はトーキーを導入した際に、キートンの従来の映画スタッフを解体し、キートンが、創造的な影響力を発揮できないようにした。 キートンの初期のトーキー作品は、それなりの利益をもたらしたが、芸術的には見るべきところがない。初期のトーキーはその特徴を生かすためボードビル劇や、ミュージカル劇を導入したものが多く、舞台でセリフや歌に慣れていた、アルジョルソンや、ジャネット・マクドナルドやマルクス兄弟といったスターが、もてはやされた。ブロードウェイで共演していたジェームズ・キャグニーと、 ジョーン・ブロンデルは1930年にワーナー・ブラザースに引き抜かれ、ハリウッド入りした。無声映画からトーキーに移行しても、スターとしての地位を保った数少ない俳優としては、リチャード・バー・セルメス、クライブ・ブルック、ビーブ・ダニエルズ、ノーマ・シアラー、ローレルハーディがいる。特にチャールズ・チャップリンは、街の明かりや、モダン・タイムスで、ほぼ音楽と、 効果音だけのサウンドトラックを制作しているという、点で他と比較できない。ジャネット・ゲーナーは、トーキー時代になってからスターになったが、初期の出演作、第七天国や、サンライズはセリフがなかった。ジョーン・クロフォードも同様で、踊る、娘たちはセリフがなかった。グレタ・ガルボは英語を母語としない、外国人だったが、トーキー以降後も、ハリウッドスターの地位を維持し続けた。 日本でも映画俳優に影響があった。田中絹代は下関なまりの甘ったるい声が好評となり、その庶民的な可憐さと合わせて、ますます人気が沸騰した。入江高子は家族的な話し方が庶民の反発を招いたと言われ、やがて人気低下につながったと言われる。坂東つまさぶろも人気が低迷し、自身のその感高い声が原因かと悩んだという。 音楽を録音済みのトーキーが盛んになるにつれ、劇場付きの楽団員も職を失うことになった。劇場の楽団は単に映画の伴奏以上のものだった。歴史家プレストン J. ハバードによれば、映画館の生演奏は1920年代にアメリカ映画の非常に重要な一面となっていったとしている。映画館の楽団は映画上映前にも演奏を行っていたが、 それも陶器時代の到来とともに亡くなった。アメリカ音楽家連盟は演奏者音楽再生機器に置換する流れに抗議する新聞広告を出したことがある。ピッツバーグプレスに出た1929年の広告では機器による音楽再生を缶詰に例えている。翌1930年には全米で2万2千人の音楽家が映画館での職を失った。 日本では戦術したようにトーキーへの移行はゆっくりとしていたが、最終的に活動弁士と呼ばれたサイレント映画の解説者はほぼ無用の存在になった。1929年2月1日公開された MGM のブロードウェイメロディーはワーナーブラザース以外のトーキー発のヒット作である。トーキーとして初めてアカデミー作品賞を受賞。 1926年9月、ワーナーブラザースを率いていたジャック・ワーナーはトーキーが商売にならないという趣旨で、彼らは無声映画が外国語にも容易に対応していることを考慮していない。観客はその演技やアクションやプロットからセリフを想像し、体験を無意識に共有しているのだと発言したことがある。この発言が間違いだったことは歴史が証明している。 ワーナーブラザースの売り上げは1927から28年度には200万ドルだったものが1928から29年度には1400万ドルに急増している。実際のところトーキーは大手映画会社にとっては明らかにプラスに働いた。同時期にパラマウントの売り上げは700万ドル増え、フォックスは350万ドル、MGM は300万ドル増やしている。 RKO は1928年9月にはまだ存在していなかったし、父母は弱小だったが、1929年末には映画業界でそれなりの地位を築いていた。トーキーのブームを加熱させた一員として、トーキーになって初めて可能になったミュージカルというジャンルがある。1929年、ハリウッドでは60以上のミュージカル映画を配給し、翌年には、 それが80以上になった。1929年10月のウォール外大暴落と、それに続く世界恐慌の中でも、トーキーで勢いづいたハリウッドは、繁栄を謳歌し続けた。1929から30年の、新作公開シーズンの映画業界はかつてない、活況を停止、チケット売り上げも、最終的な利益も、過去最高を更新した。 1930年後半にはさすがに映画市場にも不況の影響が出てきたが、トーキーの登場によって映画が文化的にも産業的にもアメリカ合衆国の重要な分野となり、ハリウッドの地位を維持させることに貢献した。1929年、アメリカ人一人当たりの娯楽への支出のうち映画のチケット代は16.6%を占めていた。 これが1931年には21.8%になっている。その後15年間、映画業界は同様の勢いで成長していった。アメリカの映画業界は、トーキー以前から世界最大だったが、1929年には輸出した映画フィルムの長さの総計が前年より27%も多くなった。言語の違いが、 トーキーの輸出を妨げるだろうという懸念は間違いだったことが判明した。実際トーキー制作のための設備投資はハリウッドに比べて相対的に資金不足の海外の映画会社には大きな障害だった。初期には輸出用に別の言語でも映画を制作する手法も取られていたが1931年中頃以降はアフレコと字幕で 外国語対応するようになった。1937年頃まで各国は映画の輸入制限をしていたが、それでも全世界で上映される映画の70%がアメリカ映画となっていた。ブラジルの映画赤バラム、セオス・エタリオスのポスター。イベロロマンス語で最初トーキーである。ハリウッドの大手スタジオは、海外と同様に国内の競合他社についても優位に、 立った。歴史家リチャード・ビー・ジュエルは、トーキー革命は、トーキー機器購入のための借金を返済できなくなった、多くの弱小映画会社とプロデューサーを破滅させたと、している。トーキー時代の到来と、世界恐慌が重なったため、弱小会社の倒産が、相次ぎ、アメリカの映画業界は、ビッグ5と呼ばれる大手映画会社と順大手3社が、 支配する構造が1950年代まで続くことになった。同じ現象は日本でも発生し、独立プロの多くが大手の参加となった。歴史家トーマス・ショッツによれば、その副作用として大手各社が制作体制を合理化する中で各社独自の性格が生まれ、スタジオシステムが確立していったとしている。インドの映画界も、 同様に急激な変化を経験した。当時の配給会社のある人物は、トーキーの到来とともに、インド映画は、独自に明確な地位を築いた。その原動力は音楽であるという。インドのトーキーは、当初からミュージカルが主流であり、最初のアラム・アラでは7曲の歌が、翌年のインドレイ・サブでは70曲もの歌が、歌われている。ヨーロッパでは、 ハリウッドとの終わりのない戦いが繰り広げられていたが、インドではアラム・アラから10年後には90%以上が国産の映画を上演していた。インドの初期のトーキーはほとんどがムンバイで撮影されたが、トーキー制作はすぐに様々な言語が使われている国土のあちこちに拡散していった。アラム・アラが1931年3月に公開された数週間後、 コルカタのマダンピクチャーズは、ヒンディー語のシリン・ファーハドとベンガル語のジャマイ・サスティを、公開した。翌年、パンジャーブのラホールで、ヒンドゥスターニー語のヘア・ロンジャが制作された。1934年に公開された、カンナダ語発のトーキー・サティ・スーロー・チャーナは、マハーラー・シュトラ州コール・ハープルで撮影された。タミル語発のトーキー・スリネボサ・カリアーナムは、 タミル・ナード州で撮影された。インドではトーキーが導入されてからトーキーに完全に移行するまでの期間が非常に短かった。1932年には多くの長編トーキーが公開され、1934年には全長編映画172本のうち164本がトーキーになっていた。1934年以降インドは映画制作本数で常に 上位3位以内をキープしてきた。イギリスの映画学者、ポール・レーテは1930年のザ・フィルム・ティル・ナウの中で、音声が、スクリーン上の映像と同期した映画は、映画本来の目的とは、かけ離れたものである。それは、映画本来の用途を対抗させ破壊する、誤った試みであり、真の映画に含めることはできないと宣伝した。 このような意見は映画を芸術形態の一つと見ていた当時の人々としては珍しいものではない。ヨーロッパでトーキーを制作して成功を収めていたアルフレッド・ヒッチコックも無声映画は映画の最も純粋な形態だとし初期のトーキーの多くが人々が会話する様子を写した写真とほとんど違わないと断言してはばからなかった。ドイツでは舞台や 映画の監督であるマックス・ラインハルトがトーキーについて舞台演劇をスクリーンに持ってきたもので独自の芸術形態だった映画を演劇の回の分野に貶めるもので絵画の複製のようなものであると語っている。西部戦線1918年は戦場の音をうまく再現したことで称賛された映画視野や映画ファンの多くは1920年代後半に 無声映画が芸術として最高潮に達し、その後のトーキーは芸術性という面ではそれに遥かに及ばなかったという。例えば映画は時代と共に忘れ去られるものだが、タイムアウト氏が1995年に行った100周年を記念した映画の人気投票トップ100には無声映画が11本も入っていた。トーキーが盛んになったのは1929年からだが、 1929年から1933年までの映画で上記のトップ100に入った映画はすべて無性映画だった。この人気投票で最初にランクインしているトーキーはジャンビゴ監督のフランス映画アタラントゴーである。ハリウッド映画のトーキーではハワード・ホークス監督の1938年の赤ちゃん教育が最初である。一般的にも大きく称賛された。 最初の長編トーキーとしては、1930年4月1日に公開された、嘆きの天使がある。この映画は、ジョセフ・フォン・スタンバーグが監督したもので、ベルリンのウファ・スタジオが英語版とドイツ語版を制作した。アメリカ映画で最初に広く称賛されたトーキーは、ルイス・マイルストン監督の、西部戦線以上なしで、同年4月21日に公開された。 他に、国際的に称賛されたトーキーとしては、ゲオルク・ビルヘルム・パープスと監督のウエスト・フロント1918、がある。歴史家、アントン・ケースはこれを、新たな白身性の一例だとし、無性映画の催眠的な引き付け方の強調や光と影の象徴性、さらには、偶意的人物像を好む、時代作語性によるものとした。文化史研究からは、 1930年末に公開されたルイス・ブニュエル監督のフランス映画黄金時代を当時最高の芸術映画だとしている。当時、その性的で不敬でハンブルジョア的な内容が一種のスキャンダルを巻き起こした。パリ警察はこれをすぐに上映禁止とし、50年間上映できなかった。初期のトーキーで今では多くの映画視野から傑作と呼ばれている作品が、 1931年5月11日に公開されたフリッツ・ラング監督の M である。ロジャー・エバーとは多くの初期のトーキーが常にセリフを入れようとしていたのに、対してラングはカメラを通りや安酒場でうろつかせ、ネズミの視点を表現したと評している。トーキーは歌の本と同様に無用であるとは、1927年。 ロシアフォルマリズム運動のリーダーの一人で評論家のビクトル・シクロフスキーの宣言である。このように映画と音声は相入れないと考える人もいたが、多くは新たな創造の場の始まりと見ていた。この宣言の翌年、セルゲー・ゼンシュテインを含むソ連の映画制作者らは映像と音声の平地、いわゆる対位法的な映像と音の使用が 前例のない力と文化の高みに映画を引き上げるだろうと宣言し、発声映画の手法は映画を単に演劇の撮影手段として国内市場に閉じ込めておくことはなく、映画的に考え方を表現することで世界的にその考えを流通させるという大きな可能性を秘めているとした。1929年3月12日、ドイツ発の長編トーキーとして、 バルター・ルットマン監督のメロディーデアベルトが公開された。当日フィルムカンストの最初の作品で劇映画ではなく海運会社をスポンサーとするドキュメンタリー映画である。この長編トーキーはトーキーの芸術的可能性を探求しようとした最初の映画である。映画史やウィリアム・モーリッツはこの映画について複雑でダイナミックでテンポが速く。 様々な国々の似たような文化を平地しつつ、見事な還元楽曲を流し、映像に同期した効果音を多用していると述べている。当時の作曲家、ルー・リッチ・トベルドはこの映画に感銘を受けたアーティストの一人である。彼は、メロディー・デアベルトは、世界初の重要な音声付けドキュメンタリーであり、音楽やそれ以外の音が一つに合成された。 最初の作品であり、音と映像が同一の衝動によって制御された最初の作品であると述べた。メロディー・デア・ベルトは、オランダ人の前衛映画制作者、ヨリス・イベンスの産業映画、フィリップス・ラジオに直接的影響を及ぼした。フィリップス・ラジオでの作曲を手掛けたリッチとベルトは次のように述べている。複雑な工場の音に、 音楽的印象を与えるため完全な音楽から純粋なドキュメンタリーの自然な雑音まで変化させた。この映画にはそのような変化する場面がいくつもある。機械音が音楽のように聞こえる場面や機械の雑音が音楽の背景を支配している場面、音楽自身がドキュメンタリーとなっている場面、機械の純粋な音だけの場面がある。同様の実験的手法は ジガベルトフの1931年のインチュジアズムやチャップリンの1936年のモダンタイムスにも見られる。一部の先進的な監督は音声を単なるセリフを伝える手段としてだけでなく映画的ストーリーテリングに必須な部分として活用する技法を生み出した。ヒッチコックの強括では登場人物の独白を何度も再現し、 ナイフという言葉がぼやけた音の流れから飛び出すようにし、主人公が、刺殺事件への関与を隠そうと必死になっている心理を表現している。ルーベン・マムーリアンの最初の作品、喝采では、被写体との距離に比例させて、周囲の音の音量を変え、音の深さの幻影を構築した。一人が歌い、別の一人が祈っている場面があり、マムーリアンは歌を観客に聞き分けて欲しかった。 マムーリアンによると彼らは歌と祈りという二つの音を一つのマイクロフォンと一つのチャンネルで録音できないと言った。そこで私は二つのマイクと二つのチャンネルを使って後でそれらを合成してサウンドトラックにしたらどうかと提案したという。後にそのような手法が映画制作で普通に行われるようになった。録音による利点を 最大限に引き出した初期の商業映画としては、ルネクレール監督のルミリオンがある。1931年4月にパリで公開され、翌月にニューヨークで公開され、大ヒットとなり、批評家にも好評だった。単純なストーリーのミュージカルコメディだが、音を徹底的に加工したという点が目新しかった。ドナルド・クラフティンはこれについて、次のように述べている。 ルミリオンは音響が書き割りのセット以上のものであることを我々に記憶させた。セリフはインを踏んでいてリズミカルに歌われている。クレールは画面内外の様々な音の間でからかうような混乱を引き起こした。また彼は本来非同期なはずの音を同期させるという実験も行っている。類似の技法は 喜劇映画の一般的テクニックの一つとなったが、それは特殊効果、または色として出会って、クレールが達成したような包括的かつ非自然主義的デザインの基盤としてではない。喜劇以外の分野では、メロディーでアベルトやルミリオンでレイジされるような音の遊びは、商業映画にはほとんど見られない。特にハリウッドでは音響は、 それぞれのジャンルごとの映画制作システムにしっかり組み込まれており、ストーリーテリングという伝統的目的に沿って映画が制作されている。このような状況を1928年に予見していたのが映画芸術科学アカデミーのフランク・ウッズである。彼は将来のトーキーは無性映画によって発展してきた従来からの手法に沿って制作されるだろう。 会話シーンは別の取り扱いが必要となる可能性があるが映画制作の大筋は無性映画と同じになるだろうとしていた一般的には1シーンにチカット上回しの手法が多く取られるようになったサイレント映画に解説をつけるのが活動弁士であるが優れた活動弁士の解説を サイレント作品と共に収録し、映画フィルムあるいは VHSDVD などの媒体によって上映するものをカツベンーキーと呼び習わしている。現在、次の弁士によるカツベンーキー版のソフトウェアが販売されている。ありがとうございます。